トムロフトのレース場と飼育日誌。ハタと一緒に遊びましょう。おはようございます。3月31日、金曜日の朝です。今日の空模様です。今日の天気は薄曇り、スカッとしない見通しの悪い、もやった感じの空になっています。風は弱い北風。 3月も今日で最終日になりました寒かったり暖かかったりまあ気温の変化の激しい3月でしたやっと落ち着いた4月になりそうです旧車の中にいる波数は少ないんですけど出社口を開けて飛びたい鳩だけ社外を行ってますメインとなっている選手場とはみんなおしゃまんべに行ってます 春参加してないオスバトは展望台の中その中で唯一1羽残っているのがこの鳥800キロレース参加を見合わせた後ですハイゴマのオスこの鳥は600キロ帰ってきてから鳥コモナスに感染してもう治って異常はないんですけどもまだ本調子じゃないなという気がしまして800キロの参加を取りやめてます 600キロから900キロにジャンプさせてもいいかななんて思って、えー、鳥を見てます今卵を抱いてます BCW のメスこの相方は20年のオスバトで800キロを2回飛んだ鳥です今回800キロ飛べば3回目になりますホーラ1週間で持ち寄りに参加させてますこのままメスが抱いてれば帰ってきて うまいこと孵化してくれんじゃないかなと思いますそうすると次の1000キロか1100キロはこの卵が孵化して次の産卵ですねでまた同じような形の放卵で1000キロまたは1100キロに参加できるんじゃないかなと思いますこのハイゴマのメスはブラックワンダーの相方ですブラックワンダー 卵は放卵ではいけなかったんですけども持ち寄り行った後このメスバトが昨日産卵しましたブラックワンダー帰ってくるとメスが卵を産んでそれを抱いてますのでその後引き続き放卵してくれればいいなぁなんて思ってますこのブラックワンダーの相方のメス14年生まれのもうおばあちゃんなんですよねブラックアンダーはこういう落ち着いた鳥が好きなようです このヒナ2は3月11日生まれの今年一番最初に生まれたヒナですハイゴマのサシともう一羽は灰のサシですかねサシの多い鳩が一番こう出てます一番子っていうのは割とサシの多い鳥が出ることが多いんですけどもこの鳩たちも例外ではないようです3月11日生まれですから来週 だいたい生まれてから25日で巣立ちケージの方に移動させます。来週の半ば過ぎには巣立ちです。この鳩と同じ頃生まれた雛はたくさんいますので、あっという間に旧車の中が賑やかになります。一番気になるのは今おしゃまんべに行ってますレースバスたちです。昨日今日と天気がいいので。 たくさん餌を食べて水を飲んで元気に過ごしているんじゃないかなと思います今ここに出てますのは明日の予想の天気図です高気圧に覆われて北海道から東京まで晴れという天気になってます一つ気になるのは福島県沖に寒冷前線の端っこが出てると思いますこの寒冷前線 前線としての表現はなくてもこの付近が気流が乱れるということがありますよくこの前線の尻尾っ,って言うんですけどもここのところは気流が乱れていて鳩の帰りが悪くなる一つの要因になってますこの低気圧の前線の尻尾が早く本州から遠ざかってほしいなと思いますまあ、9時予想ですからこれから3時間4時間経てばさらに離れますので そういう点では気流の乱れはさほど大きくなくて800キロレースの鳥の飛翔には支障がないんじゃないかななんてそんなことも考えてますどちらにいたしましてもこの天気図から見ると明日は早い時間の放給をして当日バタバタということが期待できそうな気がします明日になるのが楽しみです 展望台にいる鳩を含めて今は14羽しか旧車の中にいませんこの14羽今が一番少ない時期で明日になればレースバトが帰ってきますし来週になれば今年生まれた鳩がすだちするということで旧車の中の羽数が増えてきますまだ800キロレースは終わってませんけども次の1000キロレースに向かう 準備とと今年のののひなの巣立ちと忙しい時期がこの4月に待ってますレースバトの方はベストコンディションで最終レースに参加させたいし今年生まれた若葉とひなばトは無事成長して今年の秋来年の春一人前のレースバトとして使えるように順置したいなと思います。 本日もこのブログにお越しなきありがとうございましたまた次回もお越しいただければ幸いです明日は800キロレース高級日楽しみです